今回の動画は、ちょい早い？紅葉シーズンの八甲田山を巡ろうです。目次もあるので、お好きなところへ飛べますよ。もちろん、紅葉を眺めながら入浴できる極上の露天風呂も登場しますので、八甲田山のドライブデートなどの参考にしてみてください。ね、はい、そこから山のその散策コースとか、あとはもう下へまで降りるコースとかっていう、あ上が、はい、ではこちらでワンデーの方を確認させていただきますので、ゆっくり歩いていただくようにお願いいたします。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。八甲田地区の登山道は2024年9月21日土曜日に熊による入山規制が解除されました。それでも熊鈴は必要ですね。お待たせいたしました。解説を行います。少々さんとお伝えください。往復券帰りも使います。なくさないようお願いいたします。そちらにアルコール消毒をお願いいたします。お待たせいたしました。出発いたします。本日は八甲田ロープウェイにご乗車いただきまして誠にありがとうございます。これよりこのゴンドラは標高1324メートルの玉市岳山頂へと向かってまいります。山頂駅までの所要時間はおよそ10分となっております。途中鉄道を通る際ゴンドラ揺れますのでご注意ください。この辺り進行方向右手となっては八甲田ダイレクトコースの一部国見坂ゲレンデがございます。山頂から山麓までの距離は
およそ 3500m ございます。この辺り進行方向左手隣に木を切り払ったところが見えておりますが、八甲田フォレストコースの一部たもえちげるになるございます。こちらの距離は山頂から山岳までおよそ 5000m ございます。この辺りで八甲田ロープウェイについて簡単にご紹介いたします。このロープウェイは4本のワイヤーロープが組まれており、ゴンドラの定員は101名、山頂山麓間の距離は 2459m、 標高差は 650m、 鉄塔の数は4基ございまして、これから通ってまいります第3号鉄塔が一番高く 55m ございます。まもなく進行方向左手の方に山頂から下ってまいりました、もう一台のゴンドラと交差いたしますが、その交差地点が両駅間の中間となっております。山頂と山麓を同時に出発し同時に到着する交差式を採用いたしております。この辺り進行方向左手前方に見えております山は前だけでございますが、その山の向こうには八甲田雪中行軍の銅像がございます。八甲田雪中行軍とは明治35年1月日露戦争の訓練のため青森から田保津を通りまして三本木現在の遠田市へ出る途中、浦和高原に上がります田代大高原のあたりで吹雪に遭い210名が遭難し約99名の兵隊さんが犠牲になったと言われております。そしてその小高い丘の上には捜索隊の目印になったと言われておりますこの房之助五丁の銅像が建てられております。この辺りから下の方に幹の白っぽい白樺に大変よく似た木が見えておりますが、この木は竹看板でございます。また三角の形をした濃い緑色の木が見えておりますが、この木は青森戸の町でございます。この青森戸の町は次になりますと大変素晴らしい地表になります。それでは八甲田ゴートラインについてご案内いたします。八甲田ゴートラインとは山頂駅を起点とした自然遊歩道のことで、氷炭の形をしているところからこの名称で呼ばれております。大小遠あまりの池や山があり、至る所には様々な高山植物が生い茂って自然の大盆栽を形づけております。そしてこの遊歩道は30分コースと60分コースがございますので、お時間がございましたら心ゆくまでご鑑賞ください。なお八甲田ゴートライン隊は国立公園の特別保護地区となっておりますので、自然保護のため植物などは採取なさらないよう、また湿原などには立ち入らないようお願いいたします。散策されるお客様はぬかるみに十分ご注意ください。ご乗車大変お疲れ様でした。まもなく山頂駅到着でございます。お降りの際はお忘れ物落とし物などございませんようお願いいたします。青い森ネイチャーガイド協会によります山頂遊歩道のボランティアガイドいたしております。山頂駅にて受付を行っておりますのでどうぞご利用くださいませ。登山のため入山されるお客様は計画書に必ず記入してからご利用くださいますようお願いいたします。次のロープウェイ出発時刻は10時ちょうど10時15分30分と、現在ロープウェイは15分間隔で運転を行っております。なお山頂駅には売店また屋上展望デッキもございますのでどうぞご利用くださいませ。ホームに入る際ゴンドラ揺れますのでご注意ください。
八甲田ゴードラインは、その名の由来にもある、ひょうたんのような優美な形をした散策路です。スポーツ用マスクで見たらあるかもしれない。しないとちょっと見つけてみたいな感じ。山なんか別にしなくてもいいような気がするんだけど。確かに。確かに。
Thank you.
しました。出発いたします。これよりこのゴンドラは山頂駅を後にいたしまして、日路山麓駅へと向かってまいります。山麓駅までの所要時間はおよそ10分となっております。途中で走行でさえゴンドラ揺れますのでご注意ください。だまりの里人う八甲田温泉が長期休業中、一日でも早く復活していただき、以前のように八甲田山旧湯に戻ってほしいです。八甲田山の高度は1200メートルから1600メートルとさほど高くはございませんが、地理的に高緯度にあるため、ほぼ本州中部の3000メートル級の山に相当し、青森とどまつ、だけかんば、七かまどをはじめ、高所では背の低い、ハイマキやガンコーラ、シャクナゲなど、数多くの高山植物が見られます。この辺り、進行方向右手前方に三角形の形をした山が見えておりますが、もやでございます。雲の谷と書いて、もやと言っており、ここは青森市街から一番近いスキー場として、また昔は蕎麦の産地だったとしても知られております。その山の向こうに見えております海が陸は、その海岸線に沿って並んでおります町は、人口およそ30万の青森市街でございます。また陸湾を挟んで、右手手前の方に少し突き出て見えております半島は夏の森半島でございます。また晴れておりますと陸湾を挟んで右手遠くの方には下北半島、反対左手の方には津軽半島がございます。ご乗車大変お疲れ様でした。まもなく山麓駅到着でございます。降りの際はお忘れ物、落とし物などございませんようお願いいたします。本日は八甲田ロープウェイにご乗車いただきまして誠にありがとうございました。ホームに入る際ゴンドラ揺れますのでご注意ください。
八甲田では貴重な一年中入浴できる露天風呂に行く前にバイブラバスで気持ちよくなります。
ホテル城ヶ倉でひとっ風呂した後は酸ヶ湯温泉を経由して睡蓮沼の紅葉を楽しもう。
ければご視聴をお願いいたします。昔、鬼人のお松という美女の盗賊がここを住みかとし、旅人から金品を奪っていたという伝説があります。ここだけ緩めませんので、ちょっと気をつけていただけますか。
Thank you for watching until the end.